2日前に誕生日迎え、いや一応ね2日前っていうのは一応2日後ですから、今日おめでとうございました、ありがとうございます、イエーイ、すごい花火がかわいい、めっちゃ花火上がってるやん、あ、コタンさんタワーありがとうございます、ハッピーバースデーって書いてる、すごいかわいいです、ありがとうございます、コタンさんありがとうございます、ありがたわ貴重な、すごいこれ花火、花火すごい、花火ありがとう、クラッカーもあんの、りょうさんクラッカーありがとうございます、お花ありがとう、いやちょっとね今日はまあ特別なことは何もしないですけど、いろいろね話していこうと思いますけど、皆さんケーキを買ってきました、ショートケーキ、ちょっともっと地味なケーキじゃないかって思われると思うんですけど、そう抹茶ケーキを買いました、私の大好きな、いやねこの前家族でもその誕生日に、あ、そのこの前家族で大きなケーキでみんなでお祝いしてもらったんですけど、そう今日はまたこうやって配信で食べたいなと思って一人で食べれるケーキを買ってきたんですよ、そうな、ちょっと行ったお店がねあんま種類なくて、あった中で一番美味しそうと思った大好きな抹茶ケーキです、ちょっとねろうそくもね探したんですけどね、そうあの数字のやつとかさ探したんだけどなくって、シンプルケーキ、あ、はやちゃんさんありがとうございました、はやちゃんさんありがとうございます、渋い渋いんか、私は抹茶が大好きだ、じゃあケーキ食べます、あ、じゃあ歌いましょう、ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデイディア吉田カレンさん、ハッピーバースデイトゥーユー、イエーイ、ということで8月27日、あ、すごい、なにこれびっくりした、タコさんの花火が上がった、ありがとうわーい、ありがとうございます、それでは8月27日に19歳のお誕生日を迎えられた吉田かれんさん、おめでとうございます、ありがとうございます、19歳になりました、じゃあケーキいただきます、え、めっちゃ美味しそう、なんとかなんとか抹茶ケーキだった、クリームスポンジ、クリームスポンジみたいな、いただきます、うん、うまっうまっうまっ、え、めっちゃ消えた一瞬で、おいしい抹茶、すごい今一口でいい、うん、ちょっとケーキ食べながら、渋いですか、渋いのかな、私抹茶めっちゃ好きです、いちごのショートケーキとかが苦手なんですよ私、でめっちゃチョコケーキと迷ったのよ、この抹茶ケーキとチョコケーキみたいな、抹茶ケーキに惹かれて抹茶ケーキ買いました、家族でこの前食べた時はチョコケーキだったのでね、今日は抹茶ケーキです、でもいちごのショートケーキが誕生日っぽいかなと思ったけど、あれ全部食べれないんだよね、クリームがちょっと苦手で、うん、もうね誕生日迎えて早くショールームしたかったんで
やっとできたって感じです。嬉しい。本当にね、 SNS とかでもたくさんおめでとうっていうのを見まして嬉しかったです。ありがとうございます。本当に嬉しいよ。じゃあ19歳の私に皆さんから何か聞きたいことがあれば何でも答えますよ。昨日のライブね、そう、昨日はアットジャムさんに出演させていただきました。めっちゃ緊張したんですけど、やばかった。出る前もってなってたんですよ。超緊張してた。でもね、まあいざとなってステージに立てば楽しすぎました。超疲れたけどね、やばかったです。昨日もう一瞬息が溜まるんじゃないかってくらいきつかった。体力が落ちてて。そう、蜂の巣センターだったからめっちゃ緊張した。初めてでしたけど。緊張してるの分かった。なんで出てたか。緊張してました。19歳の抱負、確かにそういうの話していかないですね。え、まず18歳振り返りましょう。18歳、18歳は私18歳、でも去年は当日したもんね、配信。そうそう、18歳は何がありましたかね。でもやっぱりメールもね送ったけどね、活動の面ではね、やっぱり今年も制限とか多かったりしてって感じでしたけど、意外とね楽しかったよ。免許取得、確かに、そうそう、それなんですよ。免許取ったの18歳ですからね。それがね、アンロケさんの企画につながったりとかもねありましたから、楽しい。運転楽しい。あ、そう、高校も卒業。そうなんですよ。なんかもっと前じゃないって感じがするんだけど、割とこの前だ。いや、どうなんだろう、早いのか遅いのか。でも卒業したのだいぶ前に感じる。そう、高校も卒業しました。高校生じゃなくなりました。そうね、みんなは18歳の吉田カレン何が印象的でした？何があったかな。18歳、マジね、本当に記憶力ないっていうか何も覚えてない人間なんで。え、すごい、何これ、タワーみたいなの。何これ、日賀さんがくれたの。何これ、すごいタワーみたいな。ねえ、大人だよ。リュック忘れて、あれは多分17歳くらいじゃない、割と前なんだよね、あれ。タワーなんですか。だってギフト全然読む。ヒガさんとイマムーさん、すごい、何なのこれ。タワーありがとうございます。ありがたわヒガさん、ありがたわイマムーさん、ありがたわ。このカチューシャめちゃめちゃなんかつけ心地が、花火タワーなんだ、なるほどね。そう、でも18歳ね。なん、でも活動の面だとね、そうですね、
かわいい花火18歳ツアーだったりね、ツアーも久しぶりでしたからね、熊本ツアーとかツアーファイナルもあったり、コンサート意外とやったと思うんだけどって感じでしたね。うわー、ケーキが。あとは劇場もね出れたしね、最近になってんだけど、でも本当に18歳はいい1年でした。振り返ると本当楽しい1年だったなって、そうすごい思うんですよ。楽しかったです。それでその去年の18歳になった時の配信、誕生日配信で18歳の目標は強く生きるっていう目標、強い女性になるみたいな目標を掲げてたんですけどそうそう、え、強くなるみたいな言ってたんです。覚えてますか皆さん。うん、十分お強い本当私強く見えますか。私は弱っちい人間なので、そう、強い女性になりたいと思ってそういう目標を立てたんですけど、そうですね、1年振り返って強く、いや難しいですけど、強くなれたのかとか、強く、うん、難しいですけど、まあまあでも成長できたなと思う部分はありますので強くなったと思います。十分でも、そう、十分強くなったと思います、去年の私より。うん、強くなったと思う。いや、なりました、確実になった確実になりましたね。そうだから18歳は良い1年でしたよ。目標も達成して、うん、自分を信じような。そうだね自分を信じていきましょう。でも本当にいい1年でした。マジで超いい1年だった。最高、ケーキ美味しいし、あ、久保哲さん、熊タワー全然気づかないから教えて。え、どれ、久保哲さんね、いろいろありがとう、かわいい。え、どこにいるの。あ、お、これか、ありがとうございます、すごい、ありがとう、ありが、くまたわありがとうございます。そうで、何話してたっけ。いや、マジでいい1年だった、最高、超は成長できたし、マジで楽しい思い出たくさんできたし、私にとって最高の18歳でした。19歳になりましたけど、19歳の抱負、でも本当にラスト10代っていうのが重いですね。ラスト10代って言われると、おおって、貴重な1年なんだなと思いますし、ラストティーン、10代最後、貴重な10代がもう終わってしまいます。もうあと1年、だってもう1年もない、20歳、1年後に20歳になってる、もう成人してるってことですよ。信じられない、信じられないよ、どうしようかなって感じですけど、もうここまで来たらもう逃げられないですからね。いや、大人になって、いや、マッチでやばいよ、もう20歳まで1年ないって思っ
暑い、やばすぎる。だからまあそう、子供でいられる最後の1年ですので、もう未成年か、あと1年で私はすごいなって思う、すごい現実。まあでもそうですね、だからこそなんだろうな、だからなんか変わることってないし、心も体もそう、そうね、そうね、またさらに成長していきたいなと思いますけど、うん、19歳の抱負ね。でもまあそう、ラストティーンなのでできることを全部やりきるっていう目標です。19歳はこの1年うん、そうね、やりきる、やりきって、重大祭をやりきってこうぜっていう目標です。エンジョイしたいですね。そんな感じ。細かい目標とかむずいよ、これを達成するとか。明確な目標、そうだよね確かに明確な目標確かに私そういうのいつもなんか言わないもんね。楽しむやつか、頑張る、強く生きる確かに。いや、19歳はもうできること全部やりきる1年にしていきたいです。ざっくりしてる、そんな感じ。もう何でもやっていこうぜって感じです。本当に本当にうまっうん、スタバでドライブスルー、いやもうそれはやっちゃったよ、大人やろ。かっこよく生きたよね。イエーイ。キュウリ食べれる、キュウリね、確かにね、もう微笑できないと思うけどな、それ。いや、そうね、もうショールーム配信とか、例えばもっとね、やっていくか。あとはね、本当に今年頑張りたいのは、そう、これすごい思うんですけど、SNS もちょっと、いや、今更かよって感じですけど、私マジで SNS やらなすぎというか、いや、やろうと思えばやれるだろうって話なんですけど、ああ、面白い。そうそうね、SNS もちょっとね、頑張りなさいって自分に言いました、今年は。更新率上げる。ショールーム配信ももうちょっとね、まあ、無理のない程度でたくさんやっていけたらなと思います。こうやってお顔がファンの方も私のお顔とか喋ってるのが見えるの、ショールームとかショールームさんでしかというかね、だからってか、あ、そうですね、ショールームさんので、そうですね、そうですね、
ショルムさんがあってばやばい何言ってんのかはい、いっぱい皆さんに私の笑顔を届けていきたいなと思うので、そうそう、あ、増やすというか、あ、増やす、あ、その SNS、 あ、そう、もうちょっと更新たくさんしていこうということです。私ちょっとそうですね、更新率、あ、 SNS あんまり やないタイプ、頻繁にやるタイプではないので、うん、そう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 。一部もう全部、あ、もうね、全部全部頑張っていこうって感じですよ。あー、なんかもらえるイベント、あのギフ、なんかあれね、確かにああいうの私あんまやってないからね、ちょっと確かにそうね、そう、もうやれること全部やりきるっていう目標ですから、もう自分、あー、そうですね、自分に、なんか今日幼いの私、自分にできること頑張る、頑張るって言ったら軽くなんか聞かれますけど、そう、もう精一杯自分の、そう、ペースで無理のない程度でできること全部やりきって頑張っていこうぜっていう、そう、ちゃんとしたそういう目標でございます。そうね、パンクしない程度でね、あとはまあ健康に過ごすっていう一年にしたいですね。怪我しないように体調に気をつけて体に気をつけて頑張りたいと思います。だからみんな1年19歳の私応援してね、おいしい、うん、甘っ、うん、うん、健康に頑張って楽しむ一年にしたいです。自分のダンプレ買ってないです。自分で自分に買うことはないけど、イエーイ、ガンガン、ガンガン行こうね。そうね、ガンガン行きたいと思います。早くモデルの、モデルの仕事そうですね。待って、この前さ、てか昨日さ、久しぶりに踊ってさ、めっちゃ筋肉痛なんだよ、腕と、なんかお腹が筋肉痛になりました。プレゼントもらった、いろいろもらった、
11月3日の話か、何かハロウィン、あー何にも考えてなかったんですけど、ハロウィンっていつ、11月の最後、確かになんかお話し会でそういうのやったことないから、確かに、そうね、10月30日ああね、なるほどね、ほうほうほう、ありですね、確かに やったことないからコスプレ系とかやろうかな、話し会楽しみですね楽しみですね、焼けた？マジ？焼けたかもしれない。でもね、いや、腕とかめっちゃ焼けたんだよね。え、めっちゃなんか黒く見える。え、焼けたんかな？楽しみだね。あの司会初めて申し込みました。うお、嬉しいですね、楽しみましょう、いっぱい撮るねって、ありがとう、楽しみ、本当楽しいですから、めっちゃ楽しみです、確かに、イエーイ、こちらはヤフイ T シャツ今着てるのは、じゃーん、ヤフイ、かわいいでしょ、そしてこれはカチューシャ、ハッピーバースデーって書いてます、めっちゃ取れやすい、安定しない。イエーイ。ちょっと待って、今何時ですか、ヤフーに見える誕生日の迎えた瞬間は友達がグループなんかツアーみたいなのをかけてくれてみんなであの歌を、お歌を歌ってくれたんですよ、32分そう、それで私はあの日付が変わる瞬間にジャンプしましたお部屋で一人、オンライン、あ、お話し会、あ、確かにお話し会でこれ来てくれてる方がいっぱいいるかな、楽しみにしてます、年明けみたい、ジャンプした、
本だよ。ベイビーです。8時30分までやろうと思ってます。イエーイ。ちょっとお話ししようよみんな。ネイビー、ネイビー、そうですよ。うん、アジフライ、そう、確かに確かに、私の好きな色、好きな色です。暑いね今日。今日暑いね。イエーイ。もうちょっと上にやろうか。あ、カチューシャが切れてる。天神ムズね、見ました。地元イベントまでできたらいいね。確かにそれな。待って、びっくりした。ちょっと待って。私めっちゃ面白かったですよ。ちょっと待って、イーさんパワーで。ありがとうございます。ちょっと今の光景に驚きすぎて、席出た席出た席出た。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。なんて言ったんだ。嬉しいです。いや、私本当にね、なんかその SNS のとか SNS で皆さんが例えば Twitter でおめでとうっていうツイートをたくさん上げてくださったり、動画作ってくださったり、ね、お祝いしてくれてる画像を作ってくださったりとか、あとは755とかでコメントくださったり、インスタとかでくださったりとか、本当にそのコメント見てね、本当に一人でね感動して泣きそうになってました。なんか本当にこうやって本当にめちゃめちゃめちゃ、あ、私はこうやってこんなに私の、あ、なんかこうやって誕生日お祝いしてくださる人がこんなにいるんだなと思ってめっちゃ感動しました。そう、それだけでね。この前友達と話してたんだけど、なんか友達も見てて、その私のインスタとかのコメントとかツイートとかを、おめでとうツイートとか、え、めっちゃ感動するって私の友達も言ってました。すごい、だから本当に感謝です。ありがとう、嬉しいです。イーさん、ありがたわ、ありがたわ、たわ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 ですね。ありがとうございます。本当に、職場でカレンちゃんの誕生日をお知らせしたき、ありがたい。もういろんなところで
いろんなところでありがとうございます。本当に皆さんのたったもう本当に軽い気持ちかもし軽い気持ちなんですが、ありがとうっていう一言だけでもめっちゃ嬉しすぎて、そう嬉しすぎてね。友達からもう吉田かりんちゃんおめでとうってきて、あ友達からね、かりんちゃんおめでとうっていうのが来たのね。面白いね。わーい、最後にいっぱいスクショしよう。これ消えないよね、ずっとあるよね、このみんながくれたギフトたち。この方たち。幸せですよ、本当に。でもさ、本当に19歳になった実感がないんだけど。でもなんかもう、いやそうですね、もうむしろ楽しみ、この1年が。なんかそのうわ19歳かみたいな、ラスト10代か、もう最悪来てほしくないなって思ってたけど、いざ来るといやもう10代楽しんでやろうみたいな、逆にワクワクしてますね今。この1年楽しんでやろうっていう、いや早すぎるよね本当に。いや自分が19歳なんて考えられないです、マッチで。時間が過ぎるのってこんなに早いんだなと思って、本当周りの人にもかれんちゃん12歳だったのにもう19歳だろうみたいな感じで言われますけど、自分でもびっくりしてます。ひいおばあちゃんとこの前電話してたんですけど、あんよもう彼も19歳かよって言われました。そがんか年かって言われました。いやー早いですね、もう大人になっちゃう。20歳の準備期間、もう大人になっちゃうのね。いやまあ10代のあれですから特に、そうですね、はい、まあそうですね、うん、いや信じられないな。楽しみます、楽しみます、楽しんでいかないとね、何より、何事も楽しまないとですから、まず一番自分が楽しんでいきたいなと思います。イエイ。だからね、もう見ててくださいよ、見ててくださいよ、この1年よろしくお願いします。悔いのないにしていきたいですね。今日静か、私今日めっちゃ朝ね遅
あ、うん、すみませんでした。こんな大人になりたいとかってある？そうですね。え、むずくない？え、むずくない？そうだな、こんな大人になりたい、いや、いっぱいありません？こんな大人になりたいっていっぱいありません？なんだろうな、いや、なんだろう、なんですかって、むずいね。こんな大人になりたい、うーん、難しいな、まだ子供だから。うーん、そうだな、強い。またって感じですけど、本当に強い、強い心を持った大人になりたいです。なんかもう一人で生きていけるくらいの人間になりたいです。いや、人は誰しも人と人が助け合って生きるものですけどもけども、もうそうですね、それくらい強い。トラブルとかは冷静に対処できるような大人だったとか言ってなかったっけ？本当？覚えてない、覚えてない人。あ、でも確かにそれはだね。あー、確かにそれ大事。ってならないってことですよね。あ、確かに。さささという。あの、コンパクト？コンパクト？なんだ？最初見た時から絶対に綺麗で素敵な女性になると思ってます。本当ですか？人は人と人は人と人とが助け合ってですけども、でもね、そう、それくらい強い大人になりたいな。まあ、いっぱいですけどね。うん、そんな感じ。みんな19歳の吉田に聞きたいことちょうだい。今日は何でも答えちゃうからいつもだけど、いつも何でも答えてるけど、ね、え、めっちゃ髪伸びたんだけど、てか、え、私マジで金髪に今染めたくすぎて、髪染めたい、毎日髪染めたい、髪切りたいと思ってます。どうしよう、金髪にしたいよ。え、めっちゃこれ落ちてくるんだけど、ピンで止めるべき。ペンケーかわいいよね。縮めたらちょっとはまったかも。金髪にしたい、銀髪もしたいけど、まず金髪にしたい、今金髪したい方が、あ、銀髪、まあ、どっちもしたい、銀髪したい。
似合わなそう。本当？いやめっちゃ言われるよ、いろんな人に似合いそうって。えめっちゃ染めたいって思いますけど、あまた来たね。染めたい、あもう別いや染めたい、もう別いやみたいなのがよく来るんで。そうダイソーで買ったこれ。ダイソー。髪の毛が。やったいたわ。かわいい。赤いゾウさんさん。めっちゃかわいいね。ありがとう。リンゴ飴タワー。めっちゃかわいい。ありがとうございます。髪ショートにしたいんですよ。ショートにめっちゃ言いましたくって、めっちゃもうこのくらいまで切りたい。めっちゃショートにしたいんですよ。だからショートにするな、一旦金髪銀髪あたりに派手な色にして、でも1ヶ月ぐらい楽しんで、でもバサッと切って、でそれから黒髪にするみたいな、そう、そんな感じでいきたいんですけど、でも今切ると成人式までにちょっと伸びないっていう。いやもうちょっと早く言っとけばよかったなと思ってますね。今更です。最近になってめっちゃ切りたい欲がね来たんですよ。でも本気でもうマジ染めた、マジ染めた、まあ、分かんないけどな。成人式がなかったらすぐ染めてるんですけど、一生に一度ですからね。ポニテ、あーね、ポニテ、ポニテばっかやってるからね。ポニテやりすぎてここハゲてきたからな。成人式はロングがいいんですよね。やっぱりね。振り袖にはロングがいいかなっていう。ポニーテールなんかするとね、ここが薄くなるんですよ。なんかそうだな、誕生日配信だからめっちゃ静かな配信なんですけど、やだもう。なんかそうだな、なんかもうちょっと話すべきもうめっちゃ誕生日配信だけど、一応超静かな配信になっちゃってるなと思って。そうですね、いやー本当に、てか8月もう終わっちゃいますね。早いですよ、もう1ヶ月も。8月本当に早くて、本当に早くて一瞬でしたよ。あっという間でした。全然何も考えてなかった。普通に
みんなとお話ししてケーキ食べるってしか考えてなくて、まあ去年もそうだったからね。ねえ、ちょっと早かった。いや9月だよ、9月って暑いですか？9月暑いよね、まだ。楽しみましょう。いやそうですね、そうですね、19歳の目標をお話ししました。私で目標が、え、目標あるんですよ、ちゃんと。19歳は生きる。ざっくりざっくりしてるように聞こえますけど、そう、貴重な1年ですから、自分にできること、無理のない程度でも頑張っていこうっていう目標です。皆さん、この1年しっかり私のこと、あ、強く生きる、まあ、強く生きるは一生の目標で、もうこれからの人生の目標でいきたいですけどね。え、めっちゃなんか黒いね、私今日は。なんか黒く見える。メイクそんなしてないから。ねえ、なんか今日の吉田静かじゃない？みんななんか吉田に聞きたいことない？すぐ投げやりにするんだけど、私でもそうだね、うん、まあ誕生日ってこんなもんだよね。いやー、でも本当に楽しみに行きたいですな。気楽に気楽に生きていこうぜって感じです。新しく始めたいこと、そうですね、新しく始めたいことは、いやいっぱいって、いや始めたい、あ、そうですよ、なんだろうな、確かに確かに、いや始めたいなと思うことなんていっぱいあるんですけど、なかなか難しいなと思うことばっかりですけど、うーん、え、なんだろうな、これ、そうだ、え、むず、いや、ないかな。ないんかい。そうですね、うーん、あ、でもまあそうですね、いろいろね、いろいろね、今これってのはまあ、うん、そうですけどね、
いや、何もないことはないんですけど。はい、次に行きましょう。最近食べて一番美味しかったもん。え、なんだろうな。なんだろうな。こうやって聞かれるとパッと出てこないですけど。あ、今日食べた抹茶ケーキですかね。めっちゃ美味しかったです。やだ。アットジョブ、ポニーテールは私決めましたよ。めっちゃ暑かったから。理由暑かったから。リハの時点ではこれはもうポニーテール以外では私が死んでしまうと思ってたのでポニーテールにしました。まあ安定ですね。やっぱポニーテールだなってなりましたけど。衣装めっちゃ可愛かったよね。撮り良かった。確かに良かったね。ポニーテール涼しいです。待ちます。嬉しい。待ちます。本当に緊張したんですよ。マッチでリハの時からガチガチだった。いつもやってる曲なんだけど。かねちゃんの趣味は何ですか？趣味はないんですけど、いつも写真を撮ることですって言ってます。そう、写真撮ることが好きで、ただ好きってだけですけどね。好き、そうですよ。緊張するとどうなるの？私ですか？どうもなんないかな。なんだろう。やばいやばいって一人で焦ってます。昨日はそうでした。やばいって昨日めっちゃ一人でうわって緊張しててでしたね。ドラムしたいよ。ドラム始めたい。最近ドライブ、あーでもこの前しましたよ。なんかうん、めっちゃ疲れたな。めっちゃ楽しい。趣味ドライブですって言おうかな。そんな運転しなきゃ。ペーパーかな。ペーパーってどれくらいでペーパーって言うんや。でも割と最近してました。うん、してます。なんかずっとやってなかったんだけど、最近また結構運転してって感じでした。楽しいね。早く車が運転したいって思います。うちのセンターだと、そうそう、最初フリーダンスがあるのでね。しかも昨日の靴、衣装の時の靴の靴が結構高めまあ細めのヒールのブーツだったんですよ。だから本番よし踊ろうと思ったら、あ、めっちゃヒールやばいってなっちゃって、あ、でもまあなんとか、あ、まあって感じですけど。そうそう、ダンスがあるね最初。ギターよりはね、ドラムがしたい。ギターの方が始めやすそうだけどね。
やみんな元気ですか？私はとっても元気ですよ。あんま他の人がやってない楽器、フルート、あ、でっかい、なんかタラララララみたいな。でもドラムがずっとやりたいんですよ。ハンバーグ師匠の楽器受ける、腕高いヒール履くこともないですな。あんまりお腹すきました。ご飯食べましたか？ドラムかっこいいよね。やってみたいです。メンバーとドライブ行くんだ。でもね、ヒカルと石川で遊びたいねって話してて、ずっとそう言った時は車借りてドライブしようって話してるんですよ。だからいつか行けたらいいなってで、ずっとかれこれ何年、一昨年くらいから言ってだと思うんですけど、結構昔から言ってますけど、なかなか行けなくて、いやドラムは欲しいんですけど、場所取るっていうのはずっと取れてない。ドライブ、私ドライブめっちゃ運転さ、なんか友達とかは運転疲れるってことが全くないみたいな話して、なんか運転そう全く疲れることが全くないみたいな話してて、私は運転まあちょっとだったらあれですけど、運転するとねめっちゃ疲れるタイプなんですよ。運転して終わったらはぁってなる、めっちゃ疲れる、足めっちゃむくむし、運転の仕方、いやそんなことないか、めっちゃはぁってなる。ほんと疲れる。ずっとしてたらそんなことないのかな。昨日誕生日やったよって、おめでとう。私と一日違い、ヒカルンと遊びに行きたい。え、でもあんまり石川よくわかんないけど、ヒカルンにおすすめしてくれ、おすすめしてもらったところに行きたいですね。案内してもらいながら行きたいです。あ、安全運転ね。なるほどね。ずっと集中しまくってるところですね。いろんなところに気を。そうですね。注意を払いながら。冬、あーそうね、雪がすごいって言ってたからね。行きたい、石川早く。もうずっと行ってるんだけどね、最初は予定が全然合わなくて、そっからやっぱコロナとかもあって全然行けてないです。いつか絶対遊びに行きたいです。
あとちょっとじゃない、うん、暑いんだけど。今10分？あと20分だよ。そうだな。言い残したこと。まあ。ないです。楽しみます。マジ楽しみます、頑張りますしか言ってないんですけど、いやでも本当にね口癖みたいになっちゃってるよ、私の口癖、本当に本当にとかね、本当にってすぐ言っちゃう。ダンス昨日めっちゃ踊りましたよ。え、本当に昨日久しぶりに踊りすぎて体力も落ちてたし筋肉痛になっちゃったからね。お腹と腕がやばいです。今日朝起きてさ、あれ腕痛かったと思ってて、しかもね右腕だけなんですよ。右腕だけめっちゃ筋肉痛、左はそんなことないんだけど、まあなんか地味にって感じですけど、右腕がやばい、もうめっちゃいろんなところも全体的に筋肉痛、こっちで踊るからなんだろうけど、夕日がでこうやってしたからかなめっちゃ筋肉痛。ウケるもよく言ってる、ウケる、確かにウケる言ってるね、確かに確かに確かに、もう髪切りたい、確かに髪切りたい、マジで髪切りたい、めっちゃ言ってる、本気で切りたすぎて、もう9月になったらじゃあ金髪にして、10月になったらショートヘアにしますいや本当に切りたい、でも成人式なかったらもう今すぐ切るんだけどな、もうでもエクステエクステは絶対ないって思ってたけど、もうここまで来るちょっと考えますよね。右腕、いやでも、ね、基本的に踊るのは右腕使って踊るからですかね。左手はずっとマイク持ってて右手で踊るんで、バース難しそう。うん、でもすごい昔からずっとやってる曲だから、どう、もう最初はどうだったかな、私デビューのコンサートでもバース踊ったんですけど、でもめっちゃ好きな曲だなって思いました。お、なんかかっこよくていいなって思う印象があったのを覚えてます。難しくはなかったかな、ポニッシュとかの方が難かった私には、その時エスケープはもう難かったよなしかも初めてエスケープの初めてフリーでした日は、私の周りの人はほとんどみんなやったことあるみたいな時にフリーでしたんです。だから全然覚えれなかった、ほぼ H 曲そうだったね、
あのさ、途中4曲続けて踊ったところがあったじゃないですか、昨日。蜂の巣、いやまず蜂の巣の時点でもうきついんですけど、蜂の巣バース、重力シンパシーで、え、あと何だっけ、蜂の巣バース、あれ、あ、違う、蜂の巣、あれだ、ランランラン、バース、え、重力シンパシーあ、違う、蜂の巣、ランランラン、重力シンパシー、え、あ、バースじゃないか、蜂の巣、ランランラン、トゥ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 で、重力シンパシーで、制服の羽か、そう、そこの4曲がめっちゃきつくて覚え出すのに時間かかりすぎる、めっちゃきつかったです。まず蜂の巣で、はぁってもう死んで1回で、あ、ランランランもめっちゃきついじゃないですか、踊って、あ、もう、もう喉がカラッカラになったんですよ、あ、やばいとか思いながら、でその後重力シンパシー、あれもまあまあきついじゃないですか、しかも必死にこうやって移動して、楽しさが勝ったんですけどね。で、追い打ちの制服の羽っていう、いやーきつかったけど楽しかったですね。久しぶりにあんなに踊ったわって感じ。しかもそう、久しぶりに踊ってあの手取りだったからめっちゃきつかった。でも一瞬だった、本当にあっという間でした。え、もう終わりみたいな感じでしたね。蜂の巣センター湧いた、マジ、まさかここで見られるとはって感じだったでしょ。私蜂の巣センターをする日が来ると思ってなかった。まあ人数は8人でしたけど、そう、そんな日が来ると思ってなかったから、ここで来たって思いましたね。いやー、あのイントロでフリーダンス踊る自分が来るとは思ってなかった。いつぶりに踊ったかな、私最後に踊ったの、でもずっとレッスンが続いててって感じだったから、それからずっと踊ってなかった。メイトの日のレッスンの時以来でした。疲ったな。もうリハの時点でみんなやばいってなってました。体力が落ちてたからやっぱり。楽しかったです。19歳初の。いいスタートでしたね。もう時間あれかな。少々タイムしましょう。みんながくれたギフトとともに、テロップ変えた方がいいかな。何がいいかな。誕生日19歳になりました。イエーイ。
今日あんまりおメイクそんなしてないんだけど、なんか黒くない？ファンデーションとかしてないからかな、そう思う。焼けたんかな、まあ、夏ももう終わるしね、アズショットで。動きますよ。あ、10 ちょっと待って、おカレーみたいなんだけど、これはなってますか、19位。やばい、ウケるんだけど、こんな感じ。こんなんでドヤ顔したら。なんかちょっと他の方法ないかな。あー、ダメだ。ちょっとダメだ、難しいわ、19歳。じゃあ一個ずつ、やばくない、別にカレーみたいな感じなんないかな。そんなことないですよっていう、ちょ、腕がちょっとキモいんだけど、あ、あー、わかった。どう、え、頭よくなんかしょってますかみたいな、担いでますかみたいな感じなんで、いや、笑っちゃう。あとは何がいい？ラストティーン感あるポーズで、ミートポーズ。今年流行らせるポーズください。むずい、むずい、面白いこと思い浮かばなかったわ。あ、頑張るぞ。頑張るぞポーズ。吉田カレンをよろしくお願いします。アイドルポーズ、アイドルポーズ難しいです。アイドルっぽくない？アイドルですけど、もつ鍋、もつ鍋ポーズ。これはラーメンポーズでもいきます。顎の下に拳2つ握りしめて、何かボクシング始めますかみたいな。あ、こういうことね、これ受けるんですけど、ボクシングになっちゃうよ。お出かけ、めんどくせがすごい、ない、お出かけポーズ。いや難しいわ、一番難しいわ。福岡ポーズ、
あ、なんか昔よくやってた明太子ポーズ。取れました、いい感じに。ペイペイドームポーズ。ピー、改めて皆さんありがとうございましたありがとうございました。無事19歳を迎えまして、本当にたくさんの方々からお祝いの言葉をいただきまして、誠に嬉しゅうございます。本当に大変感謝の気持ちでいっぱいでございます。8億枚くらい撮れた。さすが、みんな今のカメラホルダーはわしで埋まってますね。拡散してください、大拡散してください。はい、ということでありがとうございます。そうですね、18歳、皆さんの応援もあって本当に大変良き1年であったと私自身実感しております。そして10代最後、19歳を迎えて、そうですね、貴重な1年だと思うので、本当にそうですね、しっかり生きてまいろうと思います。難しい。そうですね、でもはい、本当にしっかり生きていきます。1年できることやりきって頑張っていきたいと思いますので、19歳の吉田カレン、1年間ぜひ応援よろしくお願いします。イエーイ。こんな感じでございます久しぶりにこの長時間まあ言うて長時間じゃないかもですけど配信しましたね。そうね、充実した1年に、やりたいことととことんやろうと思います。悔いのないように、そうね、10代のうちに、確かに10代のうちにしておくべきことって何なんだろう。10代最後、そうね、10代だからこそできることを1年間作り上げていこうと思います。楽しみます、ありがとう。本当に、いやでも改めて本当にたくさんみんなお会いしてくれてありがとう。幸せ者です、嬉しい、嬉しすぎる、イエーイ、ありがとうございます。本当にギフトもね、もうありがとう、みんなありがとうございます。こんなにもう全部ガーッと持ってきてるんですけど、す
すごい。タワーくださった方、お名前読みたかったけど、もう消えちゃってるんだけど、みんながたくさん来れるかな。でも本当にありがとう、みんなタワーとかくださった方とか、自然お名前呼べたかな。でもありがとうございます。もう改めてマジサンキュー、マジサンキューです。ありがとうございます。やってますね。いや、なんかショールームってね、長くやればやるほど終わるのがね、キパッとキパッとパキッとパキッとシャキッと終われないんですよ。ありがとう。ああ、楽しかったね。退信します。みんなゆっくり休んでね。今日日曜日でしょ？予備感覚全くない人。今やばい顔で止まってなかったかな、大丈夫だったかな。じゃあ終わりましょう。長い間ありがとう。明日月曜日だということ忘れます。一旦忘れましょう。一旦忘れて、いやありがとうございました。楽しかったな、やっぱ楽しいな。やっぱ楽しいな。みんなとたくさんお話できて楽しかったですよ。それでは最後にランキングを読ませていただきます。13位あきふみさん、ありがとうございます。12位オニオンナイトさん、ありがとうございます。11位吉田克樹さん、ありがとうございます。10位もかんさん、ありがとうございます。9位台風一家、ありがとうございます。8位イマムーさん、ありがとうございます。7位赤いゾウさんさん、ありがとうございます。6位コタンさん、ありがとうございます。5位ヒガさん、ありがとうございます。4位タカ 100% さん、ありがとうございます。3位ハヤちゃんさん、ありがとうございます。2位クボテツさん、ありがとうございます。1位イーさん、ありがとうございます。皆さんタワーやその他ギフトなどもたくさんありがとう、おめでとう、コメントもたくさんくれてありがとう。嬉しいよ本当に。こうやって配信見てくださってるだけでも嬉しいよ。幸せです。ありがとうございました。じゃあまたね。本当にありがとう、マッチでありがとうございました。19歳楽しんでいきます。よろしくお願いします。それじゃあね、またね、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、イエーイ。